フィンランドの勲章。フィンランド国内で自由十字勲章、フィンランド獅子勲章と並び称される勲章である。フィンランド白バラ勲章は文官、武官問わず大統領により授けられるが、好位勲章であるため選定会議には大統領のほかに首相、副首相などが招かれ受賞にふさわしいか協議される。フィンランド白バラ勲章の歴史は古く、 1919年1月28日に、時の摂政であったカールグスタフ・エミール・マンネルヘームによって制定された。名称は、フィンランドの国章に散りばめられている9つの白バラに由来する。1919年5月16日に受賞資格が作成されたが途中改変され、現行のものは1940年6月1日に設けられた。 アクセリガルエンカレラによってデザインされたフィンランド白バラ勲章には当初ハカリスティが入っていたが1963年にモミの葉に置き換えられた。現在の最高位は軽食である。最高位であるフィンランド白バラ勲章軽食はネパール王国のビレンドラビールビクラムシャ派やユーゴスラビアのヨシップブロズ、チトー、フランスのシャルルド・ゴールなど原則として 各国の国家元首に授けられる。また、かつては、現行の最高位である、フィンランド、白原勲章継職よりも、上位の、宝色、剣付フィンランド、白原勲章継職が存在したが、その受賞者は、マンネルヘーム一人だけである。ありがとうございます。